はい、始まりました。はい、吉井口チャンネルです。今日はロッテの、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希選手ですよね。すごいね。どうですか、やっぱり見てて。すごい。俺は見てて思ったこと一つある。おう、せーの、本日のよろぴこ、ネバーギブアップ、プレーボール、よろぴこ。漫画のさ、ワンピースかと思った。ゴムゴムの木から実かなんか食ってないかと思ったら、確かに伸びてきますよね、手が。手足がさ、そう、やばい。この子、ワンピースの、ルフィですよね。ルフィじゃないかと思ったの、俺。確かに、あれで、ほんと、あの、帽子を、あの、何ですか、麦わら麦わらに変えたら、完全にルフィですね。もう手足がさ、と思うぐらいさ、この子、ほんと、本当にルフィだと思った。ルフィですね。でもあれでも完品からできてないんじゃないかな、まだ。あ、やっぱそうですか。うん、まだまだまだ、なんだ、どっか怖さがあるかな。52人連続アウト更新中ですよ。52人ですよ。わかりますか。わかるよ。52人ですよ。すごいすごい。いやー、完全試合やったと思え。163球のストレート、147か150球近いフォークやろ。はい、誰もやろ。見たけどね、はい、この間2試合も持ってなかったけどね。まあまあまあ、あれどう思いますか。 あれは、正直言って球数制限もあっただろうし、はい、0対0が問題よ。そこですね。で、0対0で、要は球数制限があって、まだ完璧に体、完璧できてないと思うんだ、まだ、球数制限と、で、何イニングいくか分かんない状態だったよ。そうですね、確かにそれは。あれが3対0とか1点かなんか入ってたら、はい、多分1点じゃないかと思うんだけどね。いかせますよね。2試合連続完全試合やったら化け物ですよ。化け物ですよね。この1試合でも化け物なの。いや、化け物ですよ、マジで。まだ2人が、2試合はいないよ、プロ野球で。いないでしょうね。1回はあるけど、2回完全試合やった人いないんだよな。それ1回と、ノーヒットノーランが2回のはず。レナスさんは、ノーヒットノーランは延長入って12回で自分のホームランで1対0で勝ってるわけですよね。それは知ってますよね。それあの人は化け物よ。化け物ですよ。そう、もう自分で打って決めて。ノーヒットノーラン延長に入って自分でホームラン打って。そうですね。そうはいかんからね。そうはいかないですね。ただここでやっぱり佐々木朗希投手もう随分こう皆さん褒められてますけど、やっぱここでバッテリーを組んで、その松川選手、18歳、すごいね。市立和歌山高校の去年のドラフト1位ですよ。すごい、すごいですよね。もう今のね、若い子はね、分からん。もう化け物多すぎ。だから俺たちは何年もかかって情報が入ってきて覚えるよね。で、今の子はそのやっぱ携帯と同じように情報が早いんよ。その扱いが上手で、アップロードされていきやすいってことですね。そう、もう毎日アップロードやん。はいはいはい。横文字使うな。いや、ちょっと今自分で使ってちょっとかっこいいと思って。吉井さんはすごい乗ったじゃん。この間アップロード何で調べたから分かるけど、前までは俺分かんない。アップロードされてますよね。だんだんあの進化してますよね。進化ってより良くしてるわけよ、はいはい、あの性能を良くするためにアップロードするけど、いつも携帯出てくる。アップロードなんだかとかさ、出てきます、出てきます。いらんしって思うよ、いつも。いや、まあ、いらんやん。まあ確かに俺でついていけないんだ、アップロードされても。俺たち置いてかれるばっかしで、人間もアップロードされていかないとですね。そうやろ、俺たち無理やん。覚えたことを忘れんと。そうですね。もう容量がですね、容量が確かにギガが少ないんで。少ない、ギガが本当に少ない。マジでギガとかさ、そうそう、ギガ数とかさ、前はさ、そのギガ数でもそうだけど、Wi-Fi? Wi-FiWi-Fi がない、Wi-Fi がないとみんな言うやん。あ、言います、言います。で、海外旅行行っても、Wi-Fi の機械持ってて、Wi-Fi 使うよ。はい。いや、なんでなんでと思ってたわけよ。はいはいはい。いや、じゃないとお金かかりすぎて。そうです、そうです。分かった、ここ1、2年やからね。そうですよね。Wi-Fi が通じてどこはギガを使わないで済むんだと。そう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 。
ほんと Wi-Fi じゃギアとかアップロードとか、だからすごい、だからなんだろう、高校からポンとプロ野球入って活躍する選手がすごい多いやん、うんうん、多いですね。でアマチュアから入って、はい、さっき言ったように俺たちは何年もかかるのを、うん、本当早い短時間でみんな吸収して、うんうん、そういう動きができるんやろな、うん、で体の使い方も全部科学的に、そうですね、やってきてるんで、はい、だからそういう面ではすごいと思うね、うん、でもすごいよな、だって考えてみ、ここのさ大船渡高校の監督がさ、はい、そうですね、決勝で投げさせなかったよ、はい、夏のそれも一時期わーっとなったよ、なりましたよね。で今回もさ、はい、ね、8回完全試合で9回いかないでわーっとなった、なりました、負けたもんね、負けましたからね、ロッテが。そうなんですよ、相手ビッグボスですよ、ビッグボスですよ、さすがですよね、さすが。あの時見たベンチでってやつやろ、ビッグボスやってました。でもなんだろう、あれはビッグボスが、え、変えるのか、うんうん、え、変えてくれるのって、そのパフォーマンスがやっぱりすごいっすよね。いやでも両方だろうな、あの時のビッグボスの気持ちは、そうですね、うん、されたくもないけど、うん、見たいっていう、見たくはないから、まあまあまあビッグボスです。まあ9回まで行って正々堂々、うん、やって完全試合されたらされたでいいっていう、うん、とこなのかな、うん、でもやっぱ球数制限と、そうですね、0対0っていうのがあるな、うん、でも100球超え OK っていうことでなんかチーム出したみたいですね。うん、でもいいんじゃない、分からんもん、中のことは。まあ確かにですね、だから0対0だから何人いくか分からんやん。またさ、ね、雰囲気的にさ、はい、また次がありますよって感じやもんそうですね、これが怖い。言っていい、チームだったら当たりたくない、首脳陣やったら。あ、そうですね、選手だったら分かんないかもしれない。はい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 、立ちたいなって気持ちになるかもしれない。うん、見てみたいって思いますよね。もうね、そうね、首脳陣だってちょっとやばいなってなりますね。首脳だったら外れて外れてなる選手だったら行きたいなっていう感じになるかもしれない。いや、もし、まあまあ、当時のロッテのチームに佐々木朗希選手がいたらどうですか。逆に今度は最高でしょ。最高っすよね。190センチやで、85キロ、ルフィみたいな手足、ルフィですよ。ゴムの実ですよ。ゴムゴムの実食べてますよ。この子ゴムゴムの実かな、食ってないかって。そうですよ、手足がムチやもんな。だ、大谷選手と全く違う次元にいるよね。また違うところですよね。大谷選手はもうやっぱ完璧な全ての野球人。はいはいはい。を、佐々木朗希は完璧なピッチャーよな。ああ、そうですね。もうピッチャーマシーンって感じやね。マシーン。もう、もうやっぱりね、ロッテがドラフトに取るときに追っかけてたのがね、あれ、あの彼ですよね。あ、八木沼スカウト。すごく可愛がってたよ、慎吾さんが。すごいっすよね。ねえ。で、チラッと聞いたら、うん、食べるものもすごい気をつけてるんやって。うん。言ってた。今の子たちはね、分からんね。うん。みんなでかいですよね。190センチやね。190ですよ。バスケット選手じゃないんやね。本当そうですよ。ね、今あれですよ。あのバスケット選手もでかいけどさ。でかいですけど。バレーボールもでかい。でかい。すっごい、なんで190センチ。野球選手のピッチャーもでかくなってきましたね。大谷選手もでかいですし。でかいやろ。うん、でかいです。食べるものが違うんかな。ねえ、よくやっぱ寝るんですかね。寝る子は育つ。寝る子は育つ。飯食ってでもバスケット選手とかバレーボール選手はあの、うん、ジャンプしてこうなんか膝とかいろんなところに衝撃があると伸びるっていうね、そうだよね、うん、そういうんでジャンプしてるとほらアフリカのこういう人たちが、マサイ族、マサイ族、あの人もジャンプしてるやん。身長高いですかね。身長高いよね、マサイ族。ジャンプですね、はい、今俺やったら縮むけジャンプしたらだんだん縮むけんね。若い時はその反発でなんか、はい、なんかあるよね、体ってね。なんかそういう衝撃をずっとこうジャンプとかしてるとな、衝撃でこう伸びるって、だからすごいみんな大きいやん。でかいですよ、大きいですよ、ほんとすごいやん。確かにそうですね。
だから正人君の下もジャンプがすごいや。なるほど。だからさっき俺はダメ、今ジャンプしたらもう縮むやめて、軟骨がこうそれで2インサイド困りますよね、軟骨がひしゃげてって腰が曲がってから5センチ縮んだよなってなるからねもうそんなことして今度入院ってなった時には入院最中をずっと入院の場所から YouTube ライブでやってきますんででも今でもすごいな、だから科学的にいろんなことがあって、食べるものもそうだし気をつけていろんなことあるんだろうな。そうですね、トレーニングでも、うん、俺たちはうさぎ跳び、タイヤ引き、はいはいはい、腕立て伏せ、腕立て伏せ、はいはい、あと何があった、キンズスクワット、うん、ケツバット、そうですね、ケツバットは違う、ちょっと違いますねそっち側の路線に行くともっと正座して殴られるとか、そっち買う経緯になりますか正座なんか2時間ぐらいさせたからね。いや、そうです、当たり前でしたよね。まだ明るいのに目開けたら、うん、暗いですよね。暗いからね、はい、またあれがね、立った瞬間さ、はいはい、すぐ立てって走れって言われる時あるわけ、はい、足がこういうふうに帰ったりして骨折するやつがいるわけ。ああ、そうですね、うん、痺れて、痺れてますもんね。まあ楽しい思いだったけどね。まあ今となればですね、うん、あの最中はですね、まあそんな、でも俺膝が悪いから正座できないやん、うん、今正座が夢だからね。正座するとか、うん、夢ちょっと今度手動道具でして夢正座って書いてもマジで確かに確かにヒット打てんのにね。そうあと2年ぐらい経ったらでもメジャー行きそうな感じがするな。しますよね。まあもちろんそのフリーエージェントのあれがあるでしょうけど、うん、まあまあ行くでしょうね。あと1年体は完璧に出来上がる、まだ、うん、まだ途上じゃないかな。いや、そうでしょうね。あと完璧になったらどうなるんだろう。セーフティーバントオンパレードになるそれしか当たんないでしょうね。当たらんと思う、セーフティーバント、ね。ああ、セーフティーも当たらんでしょうね。52人連続アウトやけん、すごいよね。じゃあ今度の日曜日ですかね、また投げられる、楽しみやね、うん、でもケロッとしてるもんね、本人もね。してます、してます。変わってね、あのあれでも、ぜひ朗希選手頑張ってほしいですね。すごい応援していきましょうね。バケモンや、うん、ほんま、すっげえ楽しいだろうね、野球が。楽しいでしょう。打たれないんよ。打たれてないんですよ。楽しいでしょう。ね、すごい。そんな感じで、はい、応援していきましょう。はい、楽しみです。はい、15歳で、はい、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。本日もありがとうございました。次回もそれではゲー。はいはいはい、テイク2、はい、いきますよ。はい。